はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日も旅先におりまして、ここはですね、家ではございません。ホテルの部屋のね、キッチンなんですけども、ですね、カツ丼ですよ、カツ丼。先日の話でね、カツ丼が全然こう違うのが出てきて、ドンカツだとか、まあ、メキシコのこれがカツ丼とか、いろいろこう話をさせてもらって、非常に受けが良くてですね。で、まあ、そうこうしてるうちに私自身が妙にカツ丼が食べたくなりまして、で、またこのオーガスタに戻ってまいりまして、カツ丼探しの旅をしようかなと。まあ、オーガスタに限らずなんですけど、やっぱりね、オーセンティックなカツ丼を食べたいということで、もうものすごくカツ丼モードになりましたので、これからですね、食べに行きたいと思います。はい。日本食ものすごいあるんですけど、ネットで探すといっぱい出てくるんですけど、まあ、ちょっとうさんくさい感じのものが多くて、先日ね、お伝えした動画も、日本食なんであるかなと思ったら、チキンカツだったんですね。まあ、あれはあれで美味しかったんですけど、まあ、もう、残念、もう一歩ってとこだったんですね。もう一歩踏み込めば、カツ丼になったのかなと思うんですけど、残念ながらメニューなくって。で、まあ、カツ丼を探し回ったとこですね、ありました。近くに、このホテルの近くにですね、名前がね、都って言うんですよ。まあ、都ってキャピタルの都ですよね。都。まあ、ありがちな名前ですよね。都寿司&ステーキハウスって書いてあって、あ、もうステーキハウス、寿司&ステーキハウスって書くとちょっと、と思うんですが、ウェブサイトを見て、メニューを見るとですね、丼&揚げ物ってあるんですよ。英語で書いてあるんで、まあ、彼らの発音多分こうなると思うんで、そういうふうに言ってるんですけど、丼と揚げ物っていうコーナーがあって、そこに、カツ丼、焼き飯か。かっこフライドライスって書いてあるな。焼き飯じゃん。焼き飯って書いてある。まあいいや。焼き飯。それから、チキンオアポーク、ステーキオアシュリンプ。揚げ物？まああるんですよ。で、まあカツ丼が乗ってるので、ちょっとね、この焼き飯が焼き飯って書いてあるところに一部の不安を感じますが、まあ、焼き飯という言葉を知っていること自体も結構ね、なかなかレアだと思うので、ぜひですね、この都に今から行ってカツ丼を食べてみたいと思います。お送りしますよ、どんなカツ丼が出るか。ということで、では早速行ってみましょう。はい、到着しました。これですね、都。ちょっとアップにしましょうか。こんな感じです。都、ステーキハウス、寿司バー、ラウンジ。まあ、ちょっとどうだろう。でも、カツ丼がメニューに載ってたので行ってみたいと思います。では、こうご期待ください。メニューですね。これがメニューです。結構きれいに作られてますよね。今日はね、カツ丼を食べに来たので、カツ丼、寿司ばっかりですね。カツ丼はどこだ？あった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 、これか。丼揚げ物のとこにありますね。カツ丼ってね、これです。これね、一つちょっと気になるんですけど、この カツ丼の下にある焼き飯って書いてるのが気になるんですよね。焼き飯？まあ、焼き飯だと思いますけど、焼き飯。で、まあ、ただのね、ミススペルだと思うんですけど、ただ、焼き飯って、で、焼き飯じゃないですか。焼き飯っていう言葉を使うこと自体がなんかすごく不思議で、これはメニュー作成に日本人が絡んでんじゃないかなと思いますね。まあ、そんなとこです。はい、ではカツ丼オーダーしてみましょう。でね、これが水ですね。水。まあ、なんでこんなの取ってるかというと、結構アメリカって飲み物必ず聞かれるんですね。そんな中で、まあ別に、まあジュースとかなんとかっていう人も多いんですけど、僕はなんとなく水の気分だったので、別に水でいいやと思って。で、水に必ずですね、レモンを入れてくれっていうふうにオーダーをします。なぜかというと、アメリカの水ってやっぱりちょっと水道水が臭いというか、そのフィルターを通ってない水を出すレストランって案外多いんですよ。で、まあ、水、レモンを入れることでちょっと臭みを消すというか、そんなことをいつも思うので、レモン入りの水にしてます。はい。で、これがおまけというか、まあ、前菜というか、必ずサラダと味噌汁っていうのがついてくるんですね。こういう丼物を頼むと、まあ、こちらの日本食ではなんか定番のスタイルみたいな感じですね。はい。はい、来ました。カツ丼ですね、これは。
結構美味しそうですよ。まあお腹空いてるっていうこともあるんですけど、ちゃんと卵もね、閉じてますよね。で、これちょっとほら、食レポみたいですけど、ほら、結構ね、美味しそうな、プルプルした感じになってます。まあちょっとね、卵が、半熟ではないですけど、それは贅沢というもので、ここまでできただけでもね、すごいと思います。それでは食べてみましょう。はい、完食しました。うまかったですよ。意外とうまくって、まあおっさん食ってる姿撮ってもしょうがないんで、ちょっとまあこんなね、食べ終わったお皿を移すのも失礼かと思うんですけど、一応美味しくて完食しました。で、何が良かったかというと、なんとね、米粒ご飯が意外ともちもちしてプリプリして美味しかったんですよ。多分日本人のスタッフが絡んでんじゃないかなと思うぐらい、よくできた、カツ丼でした。ごちそうさまでした。はい、行ってきました。ちょっとね、こちらに移動しましたけど、結論から言うと、一応ね、ちゃんとカツ丼になってました。卵閉じしてあって、で、醤油っていうのかな、タレっていうんですか、あれも ちょっと濃いめでしたけど、まあ悪くなかったです。カツもまあカツ丼並み、いわゆる一般的な日本でいうカツ丼並みの厚さのカツがあったりして、まあいいんじゃないですか。で、ご飯が意外とプリプリして美味しかったんですよ。 驚きました。で、お店自体は、ちょっとね、まあちょっと何て言うんだろう、アジア人が全くいなくて、全員黒人さんがやってる店だったんですね。にもかかわらず、もう本当日本、なんて言いますかね、日本の味に近いとまで言いませんけど、まあ、よく、それこそ韓国系、中国系のフードよりは、よっぽどちゃんとしたカツ丼じゃったんじゃないかなという気はしますね。はい。で、中はやっぱりね、黒人さんオペレーションなんでしょうね。黒人さんだらけで、お客さんも黒人さんだらけで、音楽はラップが流れてました。非常に変わった日本食でしたけど、まあ、また来てもいいかなと思いますが、まあそうですね、また来てみたいと思います。ということで、今回のカツ丼の旅、一応これで、まあそれっぽいものは手に入れたということで、ちょっと満足しております。はい、最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございます。これですね、この動画楽しんでいただきましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ヒロでした。バイバーイ。